自称ハイスペックな男イッチ。婚活パーティーで自分に見合う女がいないと嘆くのですが、ある日イッチの人生が変わる出会いがあります。その出会いはイッチの自信を助長させ、最終的には地獄に落ちる羽目になるのでした。誰か俺の身の丈に合う、ハイスペックな婚活パーティーを教えてほしい。先にスペック出す。44歳結婚経験なし。今まで独り身を楽しんでたけど、そろそろ老後が気になったから結婚したいと思ってる。仕事は普通のサラリーマンで22年勤続。仕事は俺がいないと回らないぐらい有能なんだけど、上司の見る目がないからごますりがうまいやつが上司。見た目は長身でがっちり体型で、ワイルドないでたちしてるよ。そう思ってるのはお前だけ定期。仕事ができないから昇進してないんだぞ。現実見ような。ワイルドを清潔感がないことだと勘違いしてるんだろう。婚活パーティーは何回行ったんだ？上司もお前みたいに俺に嫉妬してるんだろうな。婚活パーティーは4回目だよ。どれも微妙な女しかいなくてさ。せっかく高い金出すんだから良い女に出会いたい。抽象的なんだよな。具体的な好みとかさ。筋肉に自信があるなら筋肉婚活みたいなのなかったか？テレビで見たことあるわ。俺は外見で判断する女は嫌いだから。好みは女子アナタイプだな。スラッとしてて整った顔立ちをしてる人。目は絶対二重じゃないと無理で。C カップから E カップの間の女が良いわ。性格は大和なでしこで俺の言うことなんでも聞いてくれる女な。当然夜の運動は毎日できないとダメ。それからブサイクも無理だわ。美人しかなれない職業限定だな。はい、ブーメラン。俺は外見で判断されたくないけど、俺は外見で判断するってこと？お前にお似合いの相手は相当のクズじゃないとな。顔にこだわってんじゃねえぞ。これはこだわりじゃなくて最低条件。誰だってここまでは許せるって範囲があるだろ。俺ぐらいのスペックだとそれぐらいで釣り合うんだよ。そんなスペックあったか。ないな。課題評価が激しすぎる。鏡見てこい。わかったわかった。そういうことにしといてやるよ。俺は優しいからお前らの嫉妬まみれのコメントも、ちゃんと受け止めてやる。いい女はいなかったわけじゃないんだけどさ。ちょっと縁がなかったっていうか、俺の心に響かなかったんだよね。前回行った婚活パーティーなんだけど、20代から40代の幅広い層が集まるパーティーだったわけ。俺が狙ってたのは20代半ばから後半ぐらいの年齢。20代前半だと子供っぽいし、30代だとちょっと俺には釣り合わないからさ。それで男におごらせたりしない女じゃないとダメ。今は男女平等の時代だからさ。デート代だって割り勘が当たり前なわけよ。デート代についてはわからんでもないけど、それを条件に出されたら普通になえるな。いきなり金の話するやつは付き合いたくないわ。30代で一気に釣り合わないって思考が意味不明。普通に考えたら同年代が無難やろ。それは普通のおっさんの場合な。俺みたいなハイスペメンズの場合、ある程度若い女じゃないとさ。だから30代以降の挨拶は全部無視。どうもはじめまして。ごめん、君35歳だよね。悪いけど30歳以上は俺の選考外なんだよね。顔も60点だし、スタイルは40点かな。悪いけど書類落ちって感じ。はぁ、もういいです。あなたみたいなデブに言われる筋合いないですから。30代以上は女として終わってるから、切れやすいんだよね。そもそも俺はデブじゃなくてがっちり体型だし、ほんと女のヒステリーは嫌だわ。一気こそ現実を見ような。デブなんだよ。そもそも初対面の人間に点数をつけてるのが一番やばい。それな。点数は俺からのエールだぜ。自分のことを客観的に見ることができれば、自分に合った相手も探しやすいだろうし、あえて現実を突きつけてあげる優しさってことよ。まあ、俺の採点は厳しいからさ。80点以上なら合格ライン。付き合ってあげても良いかなって感じだな。ちなみに俺は当然100点な。強いて言えば欠点がないのが欠点。うざ。お前の欠点は自分のこと客観視できていないとこだろ。人のこと見るより自分を見な。性格なんて点数つけようないだろ。少なくともその相手からは0点をもらってるだろうな。別に対象外の女から何言われても気にならないわ。それよりその時は85点の女がいたんだよ。残念ながら縁がなかったんだけどな。その子は24歳のネイリストでさ、エキゾチックな雰囲気の美人だったんだよね。言葉遣いも20代とは思えないほど穏やかだったし、スタイルも当然抜群ですらりと伸びた足に、ほどほどに主張してくる女性ならではの丸みがたまらなかったね。声も鈴みたいに綺麗な声で夜はどんな風に泣いてくれるのか、考えただけで俺のマグナムが暴発しそうだった。スタイルは95点で顔も90点、声も90点だったんだけど唯一服装だけが俺の好みじゃなくてさ、そこで60点と大幅な減点があったんだけど、完璧に合格ラインだったんだよ。当然俺はそのスペシャルな女に、
モテテクを駆使してアプローチを始めた。どうも初めまして。俺は今日君に会うためにここに来たのかもしれない。はじめまして。なんて美しい声なんだ。君のような美女、俺は見たことがない。最初に見た瞬間俺のハートにズキューンと来たんだ。僕はもう君以外の女性は考えられない。マドモアゼル、今日から僕が君の運命の相手だ。ってな、俺のイケボでそんなこと言われたら間違いなく落ちる。そう思ったんだけどさ。いや普通に気持ち悪いよ。ナルシスト感やばいし、ズキューンって。マドモアゼルもなかなかやぞ。このキモさはもはや特定できるんじゃね？そのレベルではあるな。お前らには女性が喜ぶ言葉遣いはわからないだろうな。でもその子もまだ若いからさ。ありがとうございます。お気持ちだけ受け取っておきますね。それじゃあ、そろそろ時間なので。もうそんな時間か。君との出会いが楽しくて時を忘れてしまっていたよ。また会おう、プリンセス。そして最後に投げキッス。間違いなく彼女のハートに俺という存在は刻まれただろうね。ただその日は他の男の罠にかかったのか、俺のことを狙ってる女の罠にかかったのか、最後まで会うことができずじまい。きっとシンデレラみたいにガラスの靴を落としてくれてると思ってたんだけど、そんな時間もなかったみたいだ。だから残念ながら縁がなかったんだと思って諦めたよ。他にもいい女は山ほどいるしな。確かに刻まれただろうな。勘違いナルシストおじさんとしてだけど、恥ずかしいとは思わんのか。結局ドン引きされて逃げられたとしか思えん。一致のスペックが低いから相手ができないんだよな。いやいや、俺のスペックは100点だって言ってんだろ。悪いのは俺に見合った相手がいないことなんだよ。本当にモテる男はどこでだって相手を見つけられるだろ。まず婚活パーティーで一人でもマッチしてから、体現相互は箱をな。連絡先交換できたら美女しかいない。クローズの婚活パーティー紹介してやるよ。わかったわかった。俺レベルならすぐに相手なんか見つかるから。次の婚活パーティーで必ず相手を見つけて、このスレに召喚してやるよ。お前らが前かがみになるような際どい画像付きでな。今から楽しみに待ってろや。それから1ヶ月後、宣言通り一致がスレに現れます。ほら彼女できたぞ。俺が本気になれば余裕なんだよな。そう言って一致は画像をスレに貼り付けました。これマジ？ ID 写してるしガチか。いやいや婚活パーティーで出会ったとは限らなくね。レンタル彼女とか夜食の女の子に頼んでるパターンあるやろ。現実見ろって。まあ、どうしてもって言うなら慣れ初めを語ってやるよ。お前らに煽られた後、俺は婚活パーティーを探したわけ。どうせなら100点の女でお前らを黙らせたかったから、美女しかいないようなパーティーを探したんだよね。そこで出会ったのが彼女、女ちゃんだったってわけよ。シミ一つない陶器のような美しい肌に、金星の取れた完璧な顔、スタイルもパーフェクトで俺はすぐに声をかけようとしたんだ。そしたらなんと向こうから声をかけてきてさ。一致さん、ですよね。実はプロフィールカードを見た時から、すっごく素敵な人だなぁと思って狙ってたんです。一致さんは、私のことどう思ってました？上目遣いで聞いてくる彼女に、当然俺は笑顔で即答したよね。君のような素晴らしい女性やったことがないよ。一目見て運命の人だと思ったね。もっと君のことが知りたいな。嬉しいです。それじゃ、連絡先教えてもらっていいですか？今日は一日通してお互いについて分かり合いましょう。当然夜の相性も含めて。喜んで、君に似合う最高の場所を用意するよ。ってことですぐに意気投合した俺たちは、そのまま一夜を共にしたってわけ。まあ、酒を飲みすぎて記憶がないってのが、もったいないと思ったけどね。ガチなんか？写真まであるし。ちなみに今付き合ってどのぐらいなん？もう2週間ぐらいになるかな。彼女は忙しくて週に1回ぐらいしか会えないんだけど、俺的には全然満足。今から資産運用してるみたいでさ。将来は俺とゆっくり時間を過ごすために、今のうちに稼いでいるらしい。マジでハイスペなんか。なんでそんな女が一致と？男の趣味悪すぎやろ。しっとうつ。俺みたいなハイスペ男になると、そのぐらい造作もないってことよ。スレミンはレンタル女と本物の彼女の違いが、わからないみたいだけどな。かわいそうだから俺と女ちゃんのラブラブなやりとりを見て、学習するんだな。これは先週買い物デートに行った時のやりとりなんだけど、待ち合わせは15時からだったんだけど、ジェントルマンな俺は1時間前から待ち合わせ場所にいた。財布の中には夜に使うアイテムも入れたし、今日のデートプランも完璧。財布の中身いらん。早く本題に入れ。わかったわかった。それで女ちゃんと合流して最初に向かったのは、駅に隣接してるデパート。そこで彼女とショッピングを楽しんだんだよ。この下着可愛くないですか？私がこの下着つけたら、一致さんどうなっちゃいます？そんなの狼になるに決まってるだろ。今日の夜は寝かせないぜ。一致さんったら、
でも今日はお預けですよ。その分次に会った時激しくしてくださいね。最初の夜みたいに。この時俺は飲みすぎて記憶を失ったことを後悔したよね。あの夜は一体どんなことをしたのか、スレミンにも自慢したいぐらいだよ。その後はブランドショップを巡りながら、女ちゃんの欲しい服を買ってあげたわけ。やっぱり彼女が可愛いと俺も嬉しいからさ、ついつい買っちゃうんだよね。夜は高層ホテルで夜景を見ながらディナー。正直かなり出費は痛かったけど、女ちゃんの笑顔を見たらそのぐらい出せちゃうよな。周りからの羨望の視線が辛かったわ。どうせ金目当てやろ。パパカツオツ、羨望なんてしてないと思うけど。金目当てじゃないわ、女ちゃんは。自分でお金出せますよ。私男にお金をねだるような女にはなりたくないので。って言ってるから、それを俺が制止して好きで出してるだけ。マジで良妻賢母って感じだわ。今は週に1回しか会えてないけど結婚したら絶対幸せだろうな。人生勝ち組ですいませんね。負け組女性経験なしのスレミンさん。地獄に落ちろ。勝手に負け組扱いとかふざけんなよ。あらすわ。今からここはスキーアートバリスレな。マジうざいわ。一致でもこんな美女とうまくいくなら、ワイにもワンチャンあるのでは。それな。あれに荒れたスレですが、2週間後に再び一致はスレに現れました。そろそろ結婚も間近だから自慢しに来たわ。うせろ。来なくていいぞ。さよなら。早くね。彼女結婚願望がめちゃくちゃ強いらしくてさ、来月には結婚したいとか言ってたな。最近はほぼ毎日会っててさ、ビジネスのためにアマゾンを使いたいんだけど、クレジットカードを持ってないらしいんだよね。だからアマゾンギフト券を毎回買ってあげてるんだよ。その分夜はたくさんサービスしてもらってるけどね。ただ毎回酔っ払ってるからさ、服を脱がすあたりまでは覚えてるんだけど、そこからの記憶が毎回飛んでんだよな。悔しいけど、結婚すれば家にいる間はいつでもチャンスありだし、もう少しの辛抱と思って我慢してるわ。アマゾンギフト券、普通に欲しいもの買ってあげたらいいんじゃないの？なんか経費とかの都合で自分のアカウントで買いたいらしい。それにギフト券だと税がどうのとかって言ってたな。なんか雲行きが怪しくなってきたな。本当に彼女なんか？当たり前だろ。スレミンの嫉妬の声は気持ちいいわ。底辺の仕事しかやってない。スレミンにはわかんないかもしれないけど、稼げる仕事っていうのはいろいろあるんだよ。何にも具体的な話になってなくね。ちょっとその時の会話を詳しく話してみ。仕方がない、話してやるよ。でも完全に覚えてるわけじゃないからうろ覚えな。とりあえず昨日の会話内容なんだけど、いやあ、女ちゃん今日も美しいね。ありがとうございます。一輝さんもかっこいいですよ。ありがとう。君が美しいから僕も光ることができるのかもね。それで仕事の方は順調？はい、一輝さんがアマゾンギフト券で支援してくれるから順調です。海外事業なので純利益は2ヶ月後なんですけど、一輝さんと結婚するまでには莫大な資金が手に入りますよ。ただそれで女ちゃんは言いにくそうに口を開いたんだ。実はあと少し資金があればもっと利益が出せそうなんですけど、アマゾンギフト券だと毎回一輝さんに頼むのが申し訳なくて、ダメなのは分かっているんですけど、クレジットカードを登録させてもらえませんか？もう少しだけお金があれば倍以上の利益が出そうなんです。それでガバッと頭を下げられたんだけどさ、その時チラッと服の間から谷間が見えて、マジでラッキーだったなぁ。意図してない時に見える谷間って普通より興奮するよな。正直クレカは悩んだけど、どうせ結婚すれば共有資産だし、それ以上の富が転がり込んでくるのは分かってたからさ、寛大な俺はその場でクレジットカードを登録したんだよ。ありがとうございます。私一輝さんみたいな人と出会えて幸せだなぁ。そうだ、私もここまでされたら決意しました。婚姻用の書類、実は用意してあるんです。これにサインしてくれますか？その時はカフェにいたんだけどさ、突然のプロポーズにそりゃ驚いたよ。でもここで断るのは男じゃない。俺は無言でさらっと名前を書いて女ちゃんに渡したんだ。クールだろ。クールっていうか、何にも確認しないで書類サインしたんか？普通クレカの番号なんて聞かなくね？怪しいところしかないんだが。っていうか女は自分の貯金ないんか？他人の貯金を聞くなんて野暮だろ。その代わり夜はサービスしてくれてるからいいんだよ。この前なんてメイド服に生着替えしてもらってから、耳かきしてもらったからな。メイド美女の耳掃除なんて男のロマンだろ。いや、別に。それでチャラになるってありえないだろ。っていうか夜はごまかされてるだけで、本当はしてないんじゃね？毎回記憶ないんでしょ。確かに。女ちゃんはお酒を注ぐのがうまいからな。それに聞き上手だからついつい話してるうちに、眠くなってくるってわけ。起きたら俺のマグナムは収まってるからさ、ちゃんとしてると思うよ。一致がいいなら別にいいけど、間違いなくアウトだと思うが。スレミンが嫉妬したくなる気持ちはわかるよ。
お前らは一人寂しい夜を送っている間、俺は絶世の美女とラブラブタイムを送ってるわけだからさ。世の中って不公平だよな。俺のようにイケメンで仕事もできて、女にもモテまくるような人もいれば、スレミンみたいに何の取り柄もない奴らもいる。俺も鬼じゃないからさ。結婚後も女ちゃんのセクシーな画像ぐらいは貼ってやるよ。それでせいぜいパソコンで自分のポークピッツを慰めてな。いらんわ。イッチも早く現実見れると良いな。イッチは最後まで気づかんやろ。哀れなおじさんだよ。自分が搾取されてることに気づかないんだろうな。若者よ、これがこじらせまくったおっさんの末路だ。それからさらに3ヶ月後、イッチが鼻息荒くスレに書き込みを始めました。ふざけんなよ。お前らのせいで人生おしまいだ。この脳なしどもが。は？いきなりなんなんだ？ワイは大体把握した。あの女全部嘘だったんだよ。俺から金を盗み取るための詐欺だったんだ。イッチ以外みんな知ってたぞ。知らなかったのはイッチだけ。じゃあ最初からそう言えよ。なんて薄情な奴らなんだ。だからずっと彼女ができねえんだよ。いますけど。結婚生活5年目ですが。Y 証券会社勤務、奥さんは元エステティシャンな。強いな。お前らの話なんかどうでもいいんだ。あの女俺のクレジットカード満額まで使い切りやがった。しかも預金も全部下ろされてるんだよ。きっと酔った時に暗証番号を言わされたんだ。知らない間に借金まで組まれてて、累計1000万円だ。女訴えたらええやん。それともプライドがあるからできないんか？ダッサ。お前らがもっと親身になって言えば、こんなことになってないんだよ。他人事みたいに言ってんじゃないぞ。他人事ですけど、お前が散々煽ってきたんだろ。身から出た詐欺ってやつだな。キモデブのおっさんのくせに、ハイスペックな女狙うからそうなる。うるさい。女に連絡取ろうとしたら、どの連絡先も使われていないって出るし、弁護士に相談しても俺の意思で渡してるから、訴えられないって言うんだ。借金を返すためにちょっと会社からお金を借りようとしたら、それがバレてクビになるし、俺の人生は順風満帆であるはずなのに、こんなのおかしいだろ。イッチがいないと会社が回らないんじゃなかったのか？ようやく現実を見たか。手遅れなんですけどね。全部自業自得だな。違う、全部お前らのせいだ。俺が報告した時にもっと必死に止めていれば、俺は騙されないで済んだんだよ。お前らも責任取って俺の借金を払え。嫌に決まってる。払ってやるから口座番号教えな。実名もちゃんと出せよ。ふざけんなよ。クソ、なんでこんなことに。お前ら絶対許さないからな。俺はすぐ忘れるよ。明日には覚えてないかも。邪魔すぎる。勘違い男はこうなるって恒例やな。こうして勘違いナルシストの一致は、明らかに怪しい女に騙されて全財産を奪われることになりました。他人に勝手に点数をつける一致には、当然の結末ではないでしょうか。今回のお話はここまでです。動画を気に入ってくださった方は高評価、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。